こんにちは。ちょっとお腹が空きすぎたのでいつも通り、ちょっと質素やけど見てください。このなぎちゃんと一緒に買った、昨日公園で話してたブラッタチーズ食べます。イエーイ。2個目です。私は2個買って、なぎちゃんは1個買ってた。ブラッタチーズを食べます。でもこれ、うん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 、生ハムは自分でナイフないからスプーンとフォークで食べます。うん、うん、中からね、中からなんか今日あんまり出えへんけど、この前もっと出てた。なんか中から肉汁みたいにブワーってチーズが出てくるんですよ。もうトロトロ、めちゃめちゃトロトロです。うん、そう、生クリーム、そう、生クリームなんかな、生クリームみたいにめっちゃもうトロトロのチーズが、ちょっとでも伝わらへんや今。トロトロ、早く食べないと、もう賞味期限があれやったんで、もう食べちゃおうって。でせっかく結構マリト1個高かったから、せっかく買ったんやったら配信しながら食べようと。なぎちゃんとブラッドチーズをお店に食べに初めて一緒に行ってからハマったんですけど、これはね、なんかちょっとね、食べてると途中で気持ち悪くなる。もう今気持ち悪い。でもまあ美味しいけどね。でもなんかこんなにもお店によって味違うんやって思う。食べてみて、みんな。私とナギちゃんが言ったおすすめのブラッタチーズは、うん、インスタで出てきて、自由が丘のブラッタチーズ屋さんがめっちゃ美味しかった。私はそこが一番好きかな。これは違うやつなんやけど、これちょっとね、ほんと途中で気持ち悪くなるから食べるのやめてしまう。でもね、生ハムと食べると全然食べれる。めっちゃ美味しい。生、なんか単体で食べるのあんま良くないかもね、このやつは。前も生ハムと一緒やったからかな。ああ、明日はなんか、え、意外っ
ていうお仕事をするんですけど、なんかめっちゃ意外やった。自分来た時なんかの間違いかと思った。でもまあ私は大好きなので楽しみ、楽しみが一番、思い出。これさ、早く食べないとほんと気持ち悪くなるよな。昨日と今日でなんか髪の毛やってもらったり結構固めてたから、もうね、バシバシです、髪の毛。これでもオイルつけた方ないけど、バシバシ。めっちゃお腹鳴る。え、めっちゃ美味しいんやけど、なんかね、これはちょっと気持ち悪くなる。でもやっぱ買ったから、高く出して買ったから食べたいなって、まあ、思いますよね。必ず食後日記の、そうですね。でも一人でいるときは全然水飲まへんけど、なんか食べた後結構水飲みたくなるかも。仰天さんが配信で浜さんの名前出してたの気になってきました。いつ出してたの。ツアーの時とかめっちゃ飲むんだよね。そう、私めっちゃ飲む。ツアー公演踊ってる時はひたすら飲むから、結構お水飲むから、あれ汗めっちゃかく。はあ。綺麗になったなって、ありがとう。今日メイクを変えてみたんですけど、やっぱりね、ちょっと暗いよね。ピンクとめっちゃ結構暗めのブラウンやったんやけど、明るめのブラウンにすればよかった。まあいっか。どこにいてもわかるな、その存在を感じてる、胸の奥を突き抜けるみたいに、君は僕の風だ。初日公演楽しかった、めっちゃ楽しかった。やっぱね、チームメイトで公演ってほんと久しぶりやったから、ほんまに楽しかった。緊張したけどめっちゃ。今日はいっぱい寝ようと思ったけど、結局10時に目が覚めてしまいました。うん、でも目は腫れてた、なんかむくんでた。
お父さんが24日に誕生日やったんですけど、あの絶対喜ぶと思ってスピーカーをあげたんですよ。したらめっちゃ喜んでくれてて、私溶接してる時ってやっぱ音楽ある方が気持ちが集中するんですよ私。だから溶接してる時とかに、今まではなんかラジカセって音楽、その昔借りてたじゃない、あの買ったボカロの歌とかをめっちゃ流しまくってたんやけど、でもスピーカーをゲットして、あの何 Bluetooth でいろんな音楽をね、もうひたすら流れてるからさ、同じボカロの曲が、だからそれをやって楽しく溶接ができるように、私も私のためにもプレゼントしました。してみたいお仕事は何ですか。なんやろう、僕あの溶接とかの仕事はもう体験してるから、なんやろ、分からん。めっちゃ傘昨日お手紙読んだんですけど、みんなのお手紙読んでうるうるしました。どこにいてもわからない、その存在を感じてる、大人っぽくなっても話し方は変わらず浜ちゃんで、なんかほっとした。そう、私全然大人っぽくなったとか言われるんですけど、全然変わってないっていうね、いいのか悪いのか。君は僕の風だ。丸の内の OL さんに、どういうこと？山田と会ったりする？する連絡も昨日取ってました。山城さん元気？姫になられたから山城とは毎日連絡ってわけじゃないけど、結構頻繁に連絡してるかも。山城知らない人もいると思うんですけど、私のもう本当に大親友の、なんか初めての外舞台ゆのすけの時に共演して、今は女優辞めたんですけど、お互い忙しくてね、コロナもあって会えてはいないんですけど、そんなにやけど、結構ねもうあの人以上にの友達っていうか、あの人以上の人って現れへんやろうなぐらいの親友、ずっとなんか、そう、まあ向こうも忙しいんだね。
寺本さんは、寺本さんリオも全然合いますよ。前ほどめっちゃ合うわけじゃないかもしれんけど、でも全然この前もあった、でもこの前もあったでにるる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 るやめちゃったんだ。そうでも私が舞台やるときとかはいつも稽古に、稽古の後の稽古とかに付き合ってくれてて、愛媛も助けてもらいます。ズームとかしながら教えてもらおうって思う。ガールデンレディわかんないや。リオのなんかもう友達やから、あんま仕事の情報とかも見ないかもしれない。コッサン、シオリンは、コッサン、シオリンも全然会ってない。もう何年ってレベルで会ってない気がする。シオリンは卒業してから会ってないかも。瞳は会ってたけど、もう全然会ってない。しずっこえめっちゃ楽しかったです、ありがとう、嬉しい、よかったよかった。はあ、今何時、13時55分になったらランキング読んで終わりにします。で岡山帰って、なんかさ、めっちゃ足が乾燥してるんやけど、もう眠、あ今日は雨予報ですよね。傘で思い出したけど、でも雨降ってます？分からん。雨って本当に嫌だなって思う。なんで雨っていうものがあるのかわからんレベルで嫌。これから降るんか、やだな。雨の音はいいけど、雨ってなんか暗くなるから部屋が。めっちゃ鼻かゆい。ハマってプライベートはカジュアルな格好なの。そうかも、めっちゃカジュアル。カジュアルって言うん？シンプル is the best って感じ。でもシンプルやけど、あれかも、結構髪の量多すぎてやばい。なんか色物がもう割と好き。ズボンは緑とか赤じゃない、ピンクとか。緑系やったら結構買ってしまうかも最近。なんかね、なんかピスタチオカラーみたいな色って可愛いなって、爪もそうやけど、なんか最近思って、結構最近緑多めかも。
でもこの爪なんかねレイクスカラーにしようと悩んだんですけど、1回目で青がハードル高すぎてちょっとやめちゃったんですけど、結構ここちょっとねもう薄くなってる感じするけど、これ実はお青なんですよ。だから深い緑が似合う、嬉しい。そういうの深い緑も好き。なんかねこういうなんかパステルよりは結構深めの緑の方が好きかな。ここのハートのさところがすごくてマグネットで色が変わりました。感動で、ここもなんか最初全然違う色やってんけど磨いたらシルバーになった。感動の嵐でした。そう青なんです。近くで見たら分かるんやけど、でもね結構なんか最初の方なんか場所によってなんかな、今はなんかちょっと青やけど薄い水色っぽい感じになってるけど、やった時は結構青でした。暗いところの方が青に見えるかも。シンプルなのにもしようかなと思ったんやけど、単色とかだけどね、やっぱり初めてはモリモリにしたいなと思ってこれにしました。寝ると高いの？どうやろう。私はもうとにかく気持ちを上げたかったから、気持ちを上げるためにはそんな高くなかったかも。普通のところより全然高くないとは私は思う。うちは浜サイナどちらが多いの？どっちやろう。どっちやろう。半々かも。これさ、さっきさ時間来てた。55分？もう55分ですか。ランキング読みますね。13位、ウルクルクセンブルクさん、ありがとうございます。ウルクルク、なんっけ、モハンのモンスターでそんな名前、似たような名前いた気がする。12位、ジュンレベル45アットマークレイカマル応援隊さん、ありがとうございます。そして11位、ミンピさん、ありがとう。そして10位、キミさん、ありがとう。そして9位、マームさん、わからん、ありがとうございます。そして8位、サトルラブさん、ありがとう。そして7位、ワンタンメンさん、ありがとうございます。そして6位、ミユさん、ありがとう。そして5位、そのままアットマークハマちゃんかわいいえらい大好きだよ好き好きチュッチュさん、ありがとう。センキューセンキュー。そして4位、南国シーサーアットマークハマチュラ、ハマチュラカーギアイアイアイして、やば、沖縄わからん、ランディに聞こうと。3位、カズさん、ありがとうございます。そして2位、トーイさん、ありがとうございます。そして1位、クレズさん、ありがとうございます。ということで今日は見てくれてありがとうございました。ちょっとだけやってんけど、でも昨日やるって約束したから今日できてよかったです。ということで今日はありがとうございました。ではでは今日一日頑張りましょう。バイバーイ。